今までの二十何年かの娘との生活がのこの思い出がくるくると私の頭の中を回っておりました。ここは雨が降ってるんですが、ひさしの前まで一家でおいでになりました。そして34年前、今日の小和田夫妻と同じ思いで娘を送り出したのが正田秀三郎夫妻だった。正田氏が美智子様に送った花向けの言葉。去年の夏以降、あなたにとっても私たちにとっても大変な時期でした。幸いに皇太子様の深い追いつくしみと、あなたの皇太子様に対する深い信頼の絆によってこの日を迎えることができたことを感謝しています。皇太子様のこれからのご日常は、国内の数々の行事や国際親善のためのご交際など、ますますご多忙となられることでしょう。これらのご責任を果たされる上で、いくらかでもお役に立つように、そして毎日毎日を誠実に、明るく、また勇気を持って送られることを祈っています。昨日の夜、あるいは今朝に雅子さんの方からご両親などに何かご印象に残るような言葉というのはありましたでしょうか。カードが添えてございまして、その中で、長いことありがとうございましたということと、それから胸がいっぱいで、何も書けないのでごめんなさいということが書いてございまして、私どももう親子でございますから、別に言葉にしてもらう必要はないので、それだけ言ってもらったということで、私にはもう十分だったと思います。